ちょっと30分遅らせちゃいました。今帰ってきた。ギリギリセーフ。こんばんは。喉乾いた。ああ。こんばんは。こんばんはです、皆さん。ギフトありがとうございます。くじますさん、ダースーさん、ゆきはさん、ソリオさん、チャイコさん、フッキーさん、ソリオさん、ハルキングさん、チンチョウゲさん、セキさん、ズーミンさん、サッタンさん、ソリオさん、カラさん、ギフトありがとう。ちょっと最近ギフト読めてなかった、すいません。誕生日にもらったタワーのお礼を書く、配信じゃなくて配信外で書く予定でも、たくさんもらったからな、時間かかるかも。タタタンタン、東京1068さん、スノードームありがとう。そういえばスノードームこの間買おうとしたんですよ。でも意外と高いんですね。コータさん、ハルキングさん、ウリンちゃん、おみかんさん、ひなたさん、ゆうきさん、ぶんちゃん、ギフトありがとう。なんかスノードームって2000円ぐらいかな、まあそのピン切りだと思うんですけど、2000円とか3000円かなと思って見た。お店があれだったのかな、高かったのかな、結構1万円近くするスノードームがあって、え、高かと思って。でも確かにそれ可愛くて、え、可愛いと思ってシャカシャカ振っていくらかなって見たら、それが1万円近くして、ちょっとこれはさすがに買えないと思って、スノードームに1万円はかけられないと思ってやめました。クリスマスマーケットには行ってない。なんかね、雑貨屋さんに行った時にね、なんかもうすぐクリスマスだから、結構クリスマスのねものが置いてあって、それを見て楽しんでたこの間。じゃあボテンさん、レフトさん、ウリンちゃん、ギフトありがとう。クリスマスコンサート当たりました。おー、おめでとう。今日は当落発表でしたか、クリスマスコンサート。こんばんは。関さん、雪だるまありがとう。今日当落だったんだ。こんばん
24日がお昼公演が過活で、夜が全員でだよね。じゃじゃじゃつちゃちゃつちゃ、こんばんは。24昼夜ともスタンディング、あら、なんかスタンディングの方が多いんですかね。ワンバンコクリスマスコンサートとかさ、大きいコンサートって一瞬で終わるから切ないよね。なんかその時に用意されたセトリとかさ、一瞬で消化、その日一日だけで消化しちゃうじゃないですか。なんか公演とかだったら続けてまた次も次もってあるけど、だから周年コンとかクリスマスコンとか、なんかそういう時ってすごい一瞬って感じ。なんかついてる、糸くずがついてる。ね、なんかその日限り、その日限定っていうのは分かっているけど、分かっていながらもなんか切ない。あ、終わっちゃった、もうやることないんだ、これをもう二度とみたいなさ、切なさがある。24日の会場どこだったっけ、クリスマスコンサート会場どこでしたか。あ、ブルーライブか。その儚さがプレミアム、いや本当にそう思う。そうだよ、ブルーライブ広島ですか。でブルーライブ広島ってみんなどうやって来てるんですか。これなんか前も聞いた気がするけど、路面電車、バス、歩き、自転車、車バイクみんなのいつも交通手段が気になる。こんばんは。駅から電車、電車かしら、車で行ってます。 100% 車。山口から原付、嘘つけ車で行くよ。あ、そうなんだ、ギフトありがとう。パンのメロットさん、ギフトありがとうございます。ジャボテンさん、アヒルさん、ギフトありがとう。電車か、残宅さん、ギフトありがとうございます。でも多分夜はみんな出るから人気だったと思う、24夜公演の方は。あ、でも夜だけじゃなくて、まあお昼も、お昼も割と、まあでも夜の方が結構殺到だったんじゃないかな。すごい、まだお誕生日おめでとうって言われて嬉しいです。定型部に入ってるんですよね、ありがとうね。日曜日の夜、そうか、土曜日の昼夜が一番いいよね。
土日休みの人とかは、ほとんどの人は。深緑さん、可愛いギフトありがとうございます。そっか、まあ外れた外れてないにもかかわらず、クリスマスはみんなのものなので、その日はみんなでパーティー気分で楽しみましょう。公園には来れないかもしれないけどね、外れた人残念残念キヨさん、ギフトありがとうございます。当たった人おめでとう、一緒に楽しもう。こんばんは。今日ね、可愛い髪型してたんですよ。でももう外した。あお、てて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 、こんばんは。うん、まだ一般販売あるんだ。じゃあ外れた方は、クリコン外れた方は一般販売に書きましょう。写真撮ったよ、写真撮ったけど見せられる時期じゃない、今はまだ。そういえば生写真で撮ったクリスマスの写真はもう公開できるから、メールに送るね今日の夜。ダンさん、アッシーナさん、キヨさん、ギフトありがとうございます。うんうんうん、トゥ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 、買い物しようと街まで出かけたら、トゥ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 。バラちゃん、ハルキングさん、ギフトありがとう。こんばんは。トゥ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 、フンフンフン、うん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 、フン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 、うん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 。今日金曜日の夜だからみんな浮かれてるかなと思って、ちょっと日曜日の夜を彷彿とさせる歌を意地悪で歌いました。電池って電池。ヘリアンさん、ゲストありがとう。さてお話が行くね。そうだ、あさってもうマリンメッセ福岡だ。キャー。私学生の時サザエさんが放送始まったらもうあーって感じだったよ。明日から学校やだってなって、もうめっちゃ憂鬱でした。サザエさん症候群って聞いたことないですか？日曜日の夜に絶対放送されるサザエさんを聞くと、土日楽しかったのにもう月曜日から
仕事なんだ学校なんだって憂鬱になるのがサザエさん症候群なんですけど、そうよく言われてるやつ。ハイキーさん、くまちゃんありがとう。日朝からもうしんどかったわ、やばい日曜日朝からしんどい。あーでもちょっとわかる。もう日曜日に入った瞬間に、私は学生の時はうわーもう日曜始まったよってことはもう明日月曜日、明後日火曜日じゃんってなって、もうね耐えられなかったねサザエさんに何も罪がないんだけどね。はい、今も放送されてるよね。今はお仕事上全然土日とか関係なくなったけど、よく学生の時は思ってたなギフトありがとうございます。こんばんは、あいこじです。福岡おすすめのご飯屋さん知りません、私詳しくない福岡住んでたのそんな小学生の時なので、覚えてるものもあるけど、あ屋台とかどうだろう。こんばんは、プリキュアも放送されとったね日曜日は。プリキュアプリキュア、ダリンはプリキュア、プリティでキュアキュア、二人は水炊き。でも私責任が取れない、なんかお仕事が終わって友達とご飯に行くとかやってたのは結構兵庫なので、兵庫だったら知ってるけどちょっとだけね、でもそのちょっとだけ知ってるお店屋さんご飯屋さんを教えちゃうと、ね、すごい私ケチなこと言うけど友達と行けるお店がなくなっちゃうのでもしかしたらファンの方が来て、待ってキャーってなるのでちょっと秘密です、何も教えられないまあ全然教えていいんだけど、教えられるものは全然教えるんだけど、でも私はちょっと一つ神戸のカフェでずっと言ってきてない場所があるそこはもう私がいつかもう言っていいかなって思ったり、そうだな、いつかこのグループを去るときに言ってあげますそれだったらもう全然大丈夫なんかねその秘密に、みんなに秘密にしてる誰にも教えてない神戸のカフェにこの間行ったんですよ。この間って言ってもまあちょっと前だけど、行ったらいつも大好きだったメニューが変わっててなくなってたんですよ。もうショックで、めちゃめちゃショックだった。食べたかった最後に。本当の隠れ家は教えられない、本当に隠れ家だから。
スミットさん、チャボテンさん、マシャマシャさん、ギフトありがとう。あ、そういえばね、この間ね、一昨日かな、一昨日ですね、6日だったと思う。本通りのあたりを歩いてたんですよ。そしたらなんか大学生ぐらいの女の子2人がすごいタタタタタって駆け寄ってきて、あ、私のこと知ってる STU のファンの人子たちかなって思って、ん？と思って、でなんか今ちょっといいですかって言われて、あ、はいって、今大学のなんかゼミかなんかの研究でちょっと心理テストを受けてほしいんですけど、ご協力いただいてもよろしいですかって聞かれたんですね。で、あ、大学のなんかやってるんだと思って、なんか普通の大学生ぐらいの女性2人がね、なんか協力してくださいってすごい駆け寄ってきたので、じゃあちょっと協力してあげようと思って、で協力したんよ。そしたらね、なんかまあこれオチがあるんですけど、まあファンじゃなかったっていうね、そうファンの皆さんではありません、お二人ではなくって、そうなんかその何だろう、その心理学みたいな感じので、今結構街頭で皆さんに受けてもらっててって言って。で、じゃあ分かりましたって言って、まあ、特にその何もなかったからその急いでるものもね、でなんかね、丸三角、あ、丸四角三角 S、 この4つのうちで適当に選んでくださいって言われて、もう本当に直感でいいですって言われて、ああじゃあ三角って言ったんですよそう、三角って言ったら、あ、三角を選ばれる方ですね、なるほどって二人が言い始めて、おー、三角が出ましたみたいな、なんかすごいこう珍しいみたいな感じで言われるんですよ。で、あ、三角を選んだら何なんですかって言って、そしたらなんか三角は営業されてる方に多くて、ほうって言って営業かって言って、何か職種でそういったなんか営業なんか物を売ったりとかされてますかって言われて、いや、うん、営業まあ、お話し会とかは売ってるけど営業ではない、でもまあ別に本当のこと言わなくていいから、うん、まあいや適当に営業って言っとこうって言ってまあなんかそれに近いもことはしてるんですけどとか言ってで、そうですねって言って、なんかこの三角が選ばれる方は女性では本当に少ないんですよ、珍しくてって言われて、はあみたいな感じで、はあ、そうなんですねって言ってたら、なんか男性の方とか結構目的意識がある方にとっても多いんですよ。だからすごくこうコツコツとされてたりなんかこうノルマがあれば燃えるタイプの方ですね、女性では本当に珍しいんですって言って、
すごいこうその女の子たち2人で、うん、これは珍しいみたいな感じで私のことをすごい見てくるんですよ。でその時にのうーんと思って、本当にこれ大学生の人たちかなって思ってで、はぁーって聞いてたら、じゃあお次はこの、4つの、文字、4つの図形と文字、先ほど選んでいただいた4つをこの四角の中に書いてくださいって言われてあ、わかりました、え、本当に適当でいいんですかって言って適当に書いたんです。なんか丸大きく書いて、三角こう適当に書いて、四角書いて、なんか S って書いて、でそしたら、わあすごいってまた言われて、丸を大きく書かれる方はとても IQ が高い方なんですよって言われて、はって思い始めて、これなんかこれちょっとなんか怪しいぞって思って、で、あ、へーって言ってで、しかもこの大きい丸に三角を上に書かれてあるってなかなか珍しい方ですねって言われて、そう、おやおやってちょっとハテナマークが飛んで、うん、なんか IQ 高い、いやでも私まあまあバカですよって言ってまあまあバカなんですよって言ったら、でも IQ はすごく高い方だと思いますって言われて、でなんかまたさっきと同じようにその女の子2人組がなんか本当にすごいみたいな感じで持ち上げてくるんですよ私のことで、なんかまあ別に褒められることはその悪いことではないけど、ちょっとこれなんか大学の研究じゃないでしょうって思い始めて、でなんかちょっとなんか気持ち悪いから、あ、そうなんですねって言ってなんかちょっと去ろうとしたんですよ。そしたらなんかあのお仕事は何されてるんですかって言って、でまたなんかどういったものをされてるんですかってまた聞かれたんで、あーでもそうですね、ま、物を売ったりとかはしないんですけどとか言って物を売ったりとかはしないけど、まあなんか支えてる、なんかあのエンタメ業界を支えてる系ですって言ったんですよ支えてる系です、エンタメ的なみたいな、だからあ、テレビに出られてる方ですかって言われて、あ、いやテレビには出てなくて、なんかまあ物は売らないけどたまに営業したりエンタメ業界を支えててまあでもそれでもバカなんですよって言って、ちょっと適当に言ったんですよ。そしたらなんかその二人がほーほーみたいなちょっとハテナマークが飛んでてでなんかちょっともういいやと思って、別に詳しく言う必要ないわと思って、じゃあちょっとはい忙しいのでとか言って忙しいので、はい、この後もちょっと忙しくなったので失礼しますって言って去ったんですよ。でその後になんかあの子たち何者だったんだろう、本当に大学生だったんだろう、本当にゼミの研究とかだったんだろうかと思ってなんか調べたんですね。丸、四角、三角、S、心理テストって。で、他のなんか結果を知りたかったから調べたんですよ。そしたらこれはググったら全然違いました。もう大学とかじゃない、もう宗教の勧誘だったんです。宗教勧誘でよく使われる心理テストということで、私は
宗教に勧誘されそうでした。危ない。いや、私はもうさ、誘われない、誘われる、なんか乗っかるタイプじゃないからさ、結構そういうのふざけるし、結構なんかうわ怪しいと思ってふざけるんですよ。だからまあ、その信じることはないんですけど、はい。でも私が私がなんか IQ 高いですねって言われたことに対して、でもバカですけどねとか言ったりお仕事なんですかって言われて、エンタメを支えてる系ですとか、なんかすごいもうへんてこりんなことを言うし、あ、この人に言っても多分ちょっと話通じないなって思ったんだと思うんですけど、それの会あってちょっと免れました。よかったです。はい、まさかね、愛小路教の教祖様がね、誘われるとは思わなかったです。突破ファイル受けるあポコさんギフトありがとう。リュウちゃん、ウリンちゃん、ダイソンさん、ジャボテンさん、セイちゃんさん、タカシン、ハルキング、フミット、ジャボテン、マシャマシャギフトありがとう。なので皆さん気をつけてください。でもね、そこの話ね、昨日メイクさんにも話したんですよ。髪の毛やってる間に、広島って宗教勧誘多いんですかって言ったら、なんか、いやー私はされたことないよ、そんな多くないけどねみたいな言われて、私がなんか信じそうだったのかな、ぼーっとしてたのかな。検索したらさ出てくるよね。出てくるんですよ。もう多分めっちゃ有名だと思う、この手口。丸、四角、三角、 S。 気をつけて。でもなんかね、本当に普通の女の子たちだったんです。だからなんか女の子2人組だったから、私もそんなに警戒心なくって、なんかこう明らかにさ、なんかめっちゃなんかこう、なんだろう、薄汚れたさ、なんか服ボロボロのやつまとってたりしたらさ、うわこの人ちょっと怖いかもと思って避けるけど、もう本当に普通の女の子だったから、でなんか、あ、大学って言うからちょっとは協力しようかなと思ってたら、私の両親を踏みにじったなと思って小地里さん、花丸さん、ギフトありがとうございます。イルロソさん、ギフトありがとうございます。ちょっとなんかショックを受けました。でもなんかさIQ 高いですよとか言われたらさ、 IQ 高くないんだけど高くないしと思ってなんでこの人たちそんな褒めるんと思って、なんかちょっと気持ち悪かったんですもうだからちょっと遊んでみようと思って遊んだんですね。そしたらちょっと頭の上にハテナマークが飛んでたからウケると思って
バイバイって感じでした。そうよね、なんか最初になんか何々大学とか名乗るよね普通に。怖すぎた。でもそのさ、あのググった時のさ、あの検索結果出てきた時が一番ゾッとゾワッとした。うわ、私さっき宗教の勧誘受けたんだって思ってゾワッとした。でもなんか経験ですね。ゆうきさん、ヘリアンさん、ギフトありがとう。もう一つの経験だ。でね、その後にね、お姉ちゃんにね LINE したんですよ。さっきこういうことがあってって言ったら、そしたらね、なんか結構もうそこら辺にいるから、割とガチでそこら辺にもうよくいるから気をつけてよって言われて。都会であっても田舎であっても駅でも駅じゃないところでももう意外とそうやって勧誘してくる人いるから、ほんと気をつけなさいよって言われて。りょーって感じですよね。きのこのかパパさん、ギフトありがとう。うりんちゃん、ヘリアンさん、ギフトありがとう。やっぱ一人でいたからかな。なんか二人で歩いてたら話しかけられないけど、一人でスタスタ歩いてたからかな。心弱ってるって思われたのかな。でも私結構もう黒ずくめだったんだけど、それが問題だったのかな。黒ずくめっていうか、なんか黒ずくめだった。帽子を深くかぶって黒ずくめの格好してた。それがちょっとなんかハマりそうな感じだったのかな。やめてくれ。顔見えてなかったと思うけどね、マスクしてたし、もう帽子もこれぐらいにかぶってた。花丸さん、うりんちゃん、まさきさん、ギフトありがとうございます。藤正さん、ギフトありがとうございます。花丸さん、ギフトありがとうございます。あぶねえ、あぶねえ、闇を抱えてる感じに見えた。闇抱えてないよ別に。あんちゃん、ギフトありがとう。こんばんは。愛子自教にはみんなハマってくださいね。愛子自温泉でもね、愛子寺教はちょっとちょっとなんかこうグレーゾーンなんですよこの言葉って。私25歳の時の生誕祭で愛子寺教のなんかモチーフにした、なんか自分でその教祖様的な感じであの生誕ティーをデザインしたら
ちょっとアウトだったんですよ。もう宗教的観念でどうのこうのみたいな感じで怒られてはないけど、 LINE でこれはちょっと変えましょうみたいな感じでマネージャーさんに注意を受けて、だから結構ねこの言葉とかは結構グレーなんですよ。そうなのでずっと最近言わなかったんですけど、最近はもうずっと愛小路温泉でやってたんですけど、そうで愛小路温泉のその秘密のドアを開けると愛小路橋が待ってるっていうね。まあ、でもそれは怪しいものでもないので大丈夫です。だから公式でもう愛小路橋っていうのは使えないです。公共の電波やあのこういった配信でもあまり言うの良くないと思うから、ちょっともうはいもう今後はちょっと宗教の勧誘もされたということで少し控えていきますけど、あの、まあ、設定としては愛小路温泉の裏に愛小路橋があるよっていうのは伝えておきます花丸さんスノードームありがとうございます。ジャボテンさん、あんちゃんギフトありがとう。愛小路温泉はそこはないですよ。もう入れば入るほど使ってしまうっていうね。でもね、愛小路温泉がね昨日生誕祭のスタンドフラワーでね出来上がってて、みんなにとっての生誕祭委員の方にとっては愛小路温泉ってこんなイメージなんだと思ってちょっと面白かったです。なんかそのスタンドフラワーはオレンジと紫のなんかがこうお湯みたいな感じで流れてて、でその下に水色のお花となんか石みたいなのがこう輪っかになっててなんかまさに温泉のその外堀みたいな、外堀なんか外の石みたいななってる感じで、で桶があってちゃんとタオルも桶にかかってて小路湯って書いてあって、それがファンの皆さんにとっての愛小路温泉のイメージなんだって思ってめっちゃ面白かったですスタンドフラワーで表現したらこういう感じになるんだと思って、しかもなんか効能も書かれてました、小路湯の下に。めっちゃ写真撮ったよありがとうございました。世紀末の人間さん、イルロースさんギフトありがとうございます。でさ、あの横断幕とかにさある私のイラストあるじゃない、あるじゃないですか。毎年私の似顔絵がキャラクター化されてるやつ、あれね、お姉ちゃんがね、あの描かれてる人誰って言ってて、すごい可愛いって言ってた。私がね、生誕祭終わったよって言って LINE したら、なんか毎年そのイラスト描いてもらってるよね、この方は誰なのって言って気になってた。誰ですか、私のあのイラストを描いてる人誰ですか、どなたですか。もしよかったら X で教えてください。今でもいいけど伝えてくれ、よろしゅう。イルラサさんゲストありがとう。
てて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 ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、レッツゴー。花束も全然元気です。花束のお花全然元気です。全然元気。花冠も全然元気です。花冠ドライズフラワーですよね。ドライズフラワー？ドライフラワーじゃなくてドライズフラワー。生きてるけど永久保存できる花冠。ドライフラワーじゃなくてドライズフラワー。ちょっと違うらしいよ、ドライフラワーとドライズフラワー。あれかわいい、毎日かぶっときたい花冠。楽しかったな。あ、そう、ドライズフラワーじゃない、ブリザーズドフラワーだ。ブリザーブドフラワーだ。それだ、間違えた。ブリザーズドフラワーとドライフラワーはまた違うって。私同じものだと思ってた、ドライフラワーとブリザーブド、ブリザーブドフラワーちゃうらしいで、乾燥させるか液体につけるかの違いらしい。あ、そうなんだ。ドライフラワーは乾燥さ、ただただ乾燥させるやつで、ブリザーブドフラワーは液体につけるんだ。へえ。面白い。ズーミーさん、ジンジンさん、ギフトありがとう。上手に保管したら5年くらい保存できる。あ、そうなんだ。じゃあ今日はあと何分かで終わりたいと思います。ケイチさん、ジンジンさん、いい人ありがとう。今日皆さんお疲れ様でした。昨日も本当にありがとね。今来たばかり？あら、あら。でも私は終わると決めたら終わる。すいません、また見に来てください。配信終わったらメールを書こうかな。
リスマスの馬写真のオフショット撮ろう。あ、撮ろうじゃない、送ろう。カタカナのタカさん、ゴーさん、トゥブさん、ギフトありがとう。愛知のひろゆきさん、ギフトありがとう。今日も一日お疲れ様でした。みんなよく頑張ったよ、今週も頑張った頑張った、よくやったよくやったよくやりました。自分に拍手、はい、自分に拍手してください。皆さんにも拍手。広島は近いから泊まりじゃないな、日帰りかな、日帰りか、日帰りになるよね。東京だったら帰りの新幹線間に合わんけど、日帰りだね。ってことは福岡の夜は堪能できないな。ラーメン食べたかったな。私の代わりにラーメン、美味しいラーメンやもつ鍋や水炊きなどなど、明太子などなど食べてください。あんまり福岡行く機会ないからな、通りもん買って帰ろうかな、あさって。私に会う前か後か、美味しいもの食べたり、ぜひ福岡堪能してください。生誕祭の配信アーカイブがもう多分出てると思うので、私は見ます、それを見るぜ、自分の生誕祭見るぜ。でもちょっと気まずいかも、自分の顔をずっとなんか見るって、なんか気まずくない？なんかここに私おるのにその映像見てふんふんって、ちょっと何をやってるんだろうって思う。いい表情しとった。本当ですか。コール大きかった。てかなんかね、すごいみちゅさんが言ってたんだけど、今日の公演すごく曲に合ったコールをみんなしてくれて、してくれてるって言って、気づいてた、コールが大きいって。私今みちゅさんって言わなかった？みちゅだって呼び捨てした？もしかしてえ、みちゅさんって言ったよね。え、呼び捨てしないよ私はめったに人のことを呼び捨て、めったにじゃないな、そんな呼び捨てしません。ああびっくりした。
タタ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 タ ソチャです。ソチャにございます。じゃあ30分過ぎた？今手元に携帯がないから何時何分かが分かんない。この横にある時計めっちゃずれてるし。あ、まだ30分過ぎてなかった。もう少し。ありがとう。スタンドバイユー、 SKE さんのスタンドバイユーを最近聞いてます。あの曲やりたい。いいなー。 SKE さんの曲ってほんとよく聞くかも。48グループの中で結構聞く。なんかいいなって思ったやつが大体 SKE さん。私 SKE さんいそうですか？2013年加入メンバーとかでいそうですか？でもなんか中学生の時から入ってたらあれかもしれない、うん、歌って踊ってめっちゃ激しいダンスしてたかもしれない。イエイ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 みたいな。バキバキ。でもね、私ね、中学生の時にね、NMB さんを受けようと思ったことはあったんですよ。でも、なんか受け方がわからなくって、あのパソコン見て、NMB48 って調べて、で、どうやってこのグループに入るんやろうと思って見てたんだけど、あれ、いつだったっけ、中1か中2の時に見てたんですよ。そしたらなんか、うん、これオーディションしてないのかなと思ってオーディションカチ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 オーディションしてないな。初めて言ったかな。うん、私が今まで受けようかなって思ったことがあったのは、乃木坂さんの3期生のオーディションと、あとはその今言ったちょっと前、ちょ結構前は中1か中2の時に NMB さんに受けようかなって思った。でもなんか受け方が分かんなかった、中学生の時は。てかオーディションっていうものを受けたことがなくて、本当に
社会大人になるまでてか STU のこのオーディションを受けるまで全くその受け方がまず分かんなかったその乃木坂3期生さんのやつはサイトを見たんだけどもう締め切りが過ぎてたんですよね、なんかその知った時には。だからあーってなって終わりましたでね、NMB さんはそのね、2期生の 2期生が入ったばっかりの頃をなんかずっとブログ見てて、で木下桃花さんのブログずっと見てました木下桃花さんのあのブログとか、あのヨギケイラさんとか、あとはね誰見てたかな、さや姉さんとかも見てたし、ミルキーさんのブログとかも結構ずっと見てたな。そう、ブログ見るのがすごく好きだった NMB さんで、あと MV とかもよく見てたでそれでなんか、あ、2期生入ったんだと思って、みんな可愛い、ブログ面白い、もうオーディションしないのかなと思って、それでなんか私そんな全然仕組み知らなかったから3期生4期生って続くっていうことを本当に中学生の当時は知らなくて、この1期生2期生でやっていくんだって思って、オーディションはもうしないのかって思って、そのままフェードアウトしましたもしタイミングがタイミングで NMB さんの3期生の募集を見てたら受けてたかもしれない、もしそこで NMB3 期3期研究生とかで劇場デビューしてた世界線もあったかもしれないそう、なんか私の友達が山田奈々さんがめっちゃ好きだったんですよ、でなんか劇場に行ってなんか奈々ちゃんめっちゃ可愛かったみたいな、なんかもう靴も持っててねみたいな、持って行ってね、可愛いよね、私も NMB 好きなんだとか言って話してた中学生の時私も劇場行ってみたい、行ってみたいんだよねみたいな言ってたやっぱ関西は NMB でしたね、あ、深夜の番組も見てた、うん、見てました。結構私の友達 NMB さん好きな人多かったんですよ、あの白間みるちゃんとか矢倉風子矢倉風子さん
そう、仲良かった人がさ、仲良かった友達がさ、ふーちゃん本当に可愛い、ふーちゃん本当に可愛いって言って LINE のあのアイコンにしてたりして、へー、この子が好きなんだって言ってた。でもその時は私あの NMB さんはあんまり知らなくて、その世代は、私がよく見てたのは2期生ぐらいかな。八代まみるさんは知ってます。頑張りまーちゃん、懐かしい。リポポさん懐かしい